皆さんこんにちは、スガ製作所工藤です。本日はスパッタリング声膜のメカニズムについてまとめた動画を作っていきたいと思います。スパッタリング現象自体は1850年代に観察されていて、1960年代には量産工業製品に使われていますので、これまでにたくさんの論文や教科書が出版されています。理論的な部分はそちらを読んでいただくのが一番かと思いますが、今回はこちらの SSP1000 キュービックスパッタ装置の構成をベースとして、スパッタリング声膜のプロセスを頭の中でイメージしてもらえるような動画を作っていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。それではこちらの黒板を使ってスパッタリング声膜のメカニズムについて説明をしていきたいと思います。こちらに書かれているのが SSP1000 キュービックスパッタ装置のブロックダイアグラムになります。まずはじめに構成について説明をしていきます。真空チャンバーがありまして、 TMP ターボ分子ポンプ、ロータリーポンプがあって、こちらのこういう流れで真空排気を行っていきます。こちらに放電用のアルゴンガス供給ラインがあります。また基板回転できるステージがこちらにありまして、基板回転をさせながら声膜をさせていきます。こちらに水冷された磁石が組み込まれた仮想度と呼ばれる電極があります。で、仮想度の上に声膜したいターゲットが載せてあります。こちらに 13.56MHz の高周波電力をマックス 300W 供給できる RF 電源がありまして、インピーダンスマッチングを行うためのマッチングボックスがあって、そこを介して仮想度へ電力が供給されるように接続されています。次にスパッタリング声膜にとって重要な役割を果たすアルゴン原子についておさらいをしていきたいと思います。アルゴンは原子番号18番の原子です。アルゴン原子の模式図がこちらの図になります。原子核の中に中性子が18個、陽子が18個入っています。電子は K 核に2個、 L 核に8個、 M 核に8個の合計18個の電子が原子核の周りを飛び回っています。この最外核に8個の電子がある元素が科学的に非常に安定しています。こちらのことを貴ガスと呼びます。アルゴンの他の貴ガス、アルゴンの他の貴ガスとしてはヘリウム、ネオン、クリプトン、ヒセノン、ラドンがありますが、大気中にも微量に含まれており、収集が容易なアルゴンがスパッタリング声膜に用いられることが一般的です。安定であるので他の物質と反応しづらいという特徴を持ちます。また基本的な情報としてですが、電子は軽くて、陽子は重たいということも思い出しておいてください。もしですね、電子が 1kg だったとすると、陽子は約 1840kg になります。なので、電子がすごく軽くて、陽子はすごく重たいっていうところを思い出しておいてください。それではスパッタリングプロセスの説明に入っていきたいと思います。まずはじめに基板をセッティングしましたら、ハッチを閉めて真空引きを行います。10のプラス5乗パスカル台の大気圧から10のマイナス3乗から10のマイナス4乗パスカル台まで真空引きを行っていきます。その後 RF 電源のを低めの電力約 30W などでオンにします。この時はまだ放電は立っていません。ターゲット表面に 13.56MHz の高周波電圧が引火された状態になります。ここでアルゴンラインのトリガーバルブを開けてガスを流し始めます。プラスの電圧がかかっている時は電子はマイナスなので引きつけられて、陽子はプラスなので反対に跳ね返す力が働きます。またマイナスの電圧がかかっている時は電子はマイナスなので跳ね返されて、陽子はプラスなので反対に引きつける力が加わります。要するに RF 電圧によって
アルゴン原子の電子と陽子をバラバラにさせようとする力が加わります。しかしながらこちらの RF の電圧だけでは電子と陽子を本当にバラバラにさせてプラズマ状態まで持っていくということは難しいんです。ここで仮想の内部に組み込まれている磁石が効果を発揮します。磁石には N 極と S 極がありターゲット表面にこのように磁力線が発生するように設計されています。横方向に磁力線があり RF 電圧によって縦の電子の流れすなわち電流があると中学校2年生の理科で習うフレミングの左手の法則によって力が加わります。でこの力によって磁力線の周りを電子がまとわりつくように回転運動を繰り返します。この回転運動によって電子が移動する距離が増えるので RF 電圧によって加速させた電子が他のアルゴン原子にぶつかって電離と呼ばれる現象が発生します。電離が起こるとアルゴン原子に1個の電子が衝突して2個の電子が飛び出します。この時アルゴン原子に1個電子が足りなくなりますので電子1個分の電荷がプラスになったアルゴンの陽イオンアルゴンプラスが誕生します。また飛び出した2個の電子がまた磁力線の周りを回転し別のアルゴン原子に衝突し電離を繰り返したくさんの陽イオンと陽子に束縛されていない電子が飛び回っている状態が維持できるようになります。このような状態のことを固体、液体、気体に続く第4の状態、プラズマ状態と呼びます。プラズマ放電できたマグネトロンスパッター装置のターゲット表面を目で確認すると、プラズマの光がターゲット表面にドーナツ状になっていることが確認できます。これは磁場がこの水平になっている部分、衝突電離するアルゴン原子が集中するため、こういうことが起きます。一方で、仮想度では、プラズマ状態によって比較的自由に飛び回れるようになった電子がターゲットに流入して、仮想度の直流的な電位がマイナス電子に流入によってぐーっと下がります。この時の仮想度の電圧のことを、VDC と呼びます。この VDC のマイナスの電圧によってアルゴンの陽イオン、ここら辺にいっぱいアルゴンの陽イオンが出来上がるんですけども、わーっとアルゴンのプラスのイオンがこちらの仮想度の VDC マイナスの電圧に引っ張られてターゲットを打ち付けます。で、一番最初に説明したと思うんですけども、電子は軽くて陽子は重たいっていうふうに説明したじゃないですか。なので、この重たいアルゴンイオンが加速されてターゲットに打ち付けられると、そこでターゲットは粉々に飛び散ってターゲット材料が基板にまで到達して基板にターゲットの材料の膜が線膜されていくと言った流れで、線膜が行われていきます。ここまでスパッタリングのメカニズムが分かってくると、スパッタリングのパラメータを変えた時の変化の予想が定性的にできるようになってきます。例えばなんですけども、ターゲット材料を磁性材料、非磁性材料から磁性材料に変えるとどうなるかを考えてみましょう。例えばですけども、ターゲットを鉄やニッケルなどの磁石にくっつく材料を、ターゲットにした場合、この磁力線がですね、通常外に出てほしいんですけども、ターゲットが磁性材料になった場合、磁力線が中を通って S 極に入るようになってしまいまして、磁力線が外に出てこないという現象が発生します。こういう時に、どう対応するかというところなんですけども、ターゲット材料を薄くするとなんとか外に磁力線が漏れ出て
スパッタリング性膜ができるという方法と、あとは、磁石を、通常は非磁性材料ではフェライト磁石、酸化鉄の磁石を使うんですけども、こちらはもっと強いサマリウムコバルトの磁石だとか、ネオジム磁石だとかの磁石に取り替えて、磁力線をもっと強化させて外に磁力線を出すという方法が取られます。それでは最後にまとめです。一つ目に、真空引きしたチャンバーにアルゴンガスを導入して電気磁気学的な力で電離を連続的に発生させます。これをプラズマ状態と呼びます。二つ目に、電離で発生したアルゴンの陽イオンが仮想の VDC 電圧に引き付けられてターゲットに衝突して弾き飛ばされます。3つ目に、弾き飛ばされたターゲット材料が基板に付着堆積して膜となっていきます。この1番2番3番の流れを連続的に行うということで、スパッタリングの性膜がされているということになります。皆さん、最後までご清聴ありがとうございました。菅製作所のチャンネルでは実験に役立つ動画をどんどん作って発信していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。